早起きはね、三文の徳って言うけど、今日は六文だったんじゃないか。ね、六文稼いだ。ね、三途の川も渡れるような、ような朝だけで。そんな朝だったと思いますよ、皆さんね。それを見れただけでも、もう六文。ね、俺にも入ってる。六文は入ってるでしょ。ね。千、一円を十個に割ったら、千ね。一千みたいなさ。ね、一千を十個に割ったら、門だからね。皆さんもう六文を稼いだね。今日は、そんな朝だったんじゃないかなと思いますが。じゃあ皆さんまた会いましょう。それでは、失礼します。それでした。